OK です。ちょっと撮りましょう。おはようございます。今日は火曜日ですね。火曜日、もうすぐ1週間がまた終わります。もう最近は早すぎるんよ、日にちが経つのが。1年がもうあと1ヶ月 ?2 ヶ月ぐらいでおしまいなんですよ。1ヶ月か、1ヶ月やな、1ヶ月とちょっとでおしまい。早い、もう2024って言えなくなりますよ。2025年ですよ。令和7年ですね。なんかね、2025の25を足すと、2と5を足すと令和7年になるから分かりやすいらしい。これは多分ね30年まで来るまでしか無理だと思います。分かりますかね。ちょっと語彙力がないけど、そうです。おはよう。そうですね、まだ火曜日でも、確かに1週間の割合で考えるとまだまだ1週間は終わりそうにないけど。ルームズ編集ありがとうね。仕事帰りに休んでてありがとうございます。そう、あとね5人ぐらいの方がちょっと残ってるんですけど、一旦それまでは昨日返し切ったので、よかったら見てください。あと昨日はルームスも更新しました。見てくださいね。なので、はい、またね、あれは書きます、アクティビティ。ちょっと今は書いてないけど、一旦返し切りたいですね。はい、あ、課題の進み具合はなんかね、ほんまにすごい量が溜めてしまってたんですけど、一旦最近出ためちゃくちゃ多い課題は終わらせましたね。でもそれで全部なんか課題がちょっと怪しいところです。何が出てるかがちょっとわからんので、はい、けどね、多分予想でやってみました。聞きます、友達にはい、おはよう。あ、ごめへんに、ごめへん、じゃ見ますね。じゃあよ課題を忘れたみたいな偉いですよって、ありがとうございます。頑張りました。めっちゃ、あとは最近はタブレット学習になったんですけど、クモはめちゃくちゃ頑張ってます。ちょっとサボり気味だったんですけど、やっぱね、もうちょっとめんどくさいからさけどね、タブレット学習にしてからなんかめちゃくちゃはかどりますね、宿題がはい、クモンです。あ、そうですね、昨日ねゆうみさんが TikTok に載せてくれてたんですけど、あれです、 N の皆さんと TikTok を撮ったので、よかったら見てください。ツイッターにね、アミがね、あのね、シェアしてるというか、そう、あ、X か、X に載せてるのを、そこから飛んでいただけるといいです。あとね、昨日はポッキーの日だったんで、11月11。それで、普通に自分の TikTok のアカウントも、更新してるので、よかったらいいねお願いします。この前のね、食べ歩きの動画がめちゃくちゃ皆さんにいいねをしてもらえて嬉しいですね。そうです、学校のタブレット学習はもう普通、もうコロナになってからは結構普通だったんですけど、もうクモンまで来るとは思ってなかったですねずっと紙やと思ってたんですけどね。あ、でも紙かタブレットかは自分で選べるみたいな。波は
その行けない日もあるからオンライン上でできるようにタブレットに変えました。そうです、コウタンがアミの絶対ジェッツを着てくれてましたね。アミとどの武器が好き？アミは極細のやつか、周りにチョコの粉がついてるやつが好きです。ポッキーならトッポで行くと、生地も中もチョコレートのやつが好きで、プリッツで行くと、プリッツは別に何でも好きです。サラダかトマトが好きです、アミは。はい、そういう感じですね。誰かとポッキーゲーム、ポッキーゲームはしてないですね。ポッキーゲームってね、こうやって長いポッキーをさ、食べるやろ？それでな、どんどん食べていくやつって皆さん思ってるやろ？でもな、実はな、二人ともが口に食べんねん、まず。口で押さえんねん。そしたら、こうやってパキって割った時に、どっちの方が長さが長いかでやるんですけど、ポッキーゲームの、この茶色の部分のところあるやん。ポッキーってさ、チョコがコーティングされてるけどさ、手で持ってる部分だけはさ、無理やん。チョコレートかかってないじゃないですか。そこのいないでポッキーが割れちゃったらやり直しなんです。向こう勝ち負けはなくて、チョコレートの部分でどんだけ折れるかっていうのを競うやつですっていう感じの遊びらしいですねはい、最後ね、 TikTok 座れてましたね。昨日はヤンヤンつけ棒の日でもありそうなんやな。もう棒の食べ物やったら何でもいいんかもな。パスタの日とかでもいけそうやけど、パスタは茹でるまではまっすぐですからね会社でもタブレットは使ってないよ、なので使い方が分かりませんやって。確かにアミもね、でもタブレット使ってるけど、機械音痴っていうんかな、タブレットとかは、スマホはめっちゃ得意やけどタブレットはほんまに苦手で、よく分からんので友達に聞いてます。めっちゃ、はい、物知りなのでそう、それが本来のルールらしいですよ、一応。公式っていうか、そう、ポッキーゲームってなんかみんな言ってるのは、ちょっとずつ食べて、ね、近づいてくるような感じやけど、ポッキーゲーム自体は、食べて、ポキって折れたところの長さの大きさがどっちが長いかって話なんですよ。はい、だからそれでもね、いろんなポッキーゲームあるんでね、もうどれが正解かは分かんないけど、そういうポッキーゲームもあるらしいですよって感じですね。はい、おはよう賢いみたいですね。今時はパソコンあまり使わへんのかなって。ああ、そうだなそうだな。でもね、もうそれは学校によると思います。めっちゃ、あの配布って言うんですかね、なんて言うんやろ、布教ちゃうな、布教は普通にちゃうんですけど、なんていうか分からんけど、ま、配られるあのやつによります。あの、小学生の頃はタブレットでした、ノートパソコンだったので、もうそうですね、もうそれは多分バラバラかも。あやみちゃんのところは小学生の頃はタブレットで、今はノートパソコンって言ってたので、あみは逆なので、今がタブレットなので、もう結構バラバラですね。そう、おはようね。タブレットってスマホの出会い場じゃないの？まあでかい場合ねんけど、なんかスマホは反応するのにタブレットは反応しんかったり、まあ逆の場合もあったりしますね。あとなんかアプリ
がさ、あんまり使わんアプリばっか入ってるんよ、タブレットは。まあ学校のやつだから、だからむずいんですね難しい。結構不況はちゃうかったな。何なんですかね。あ、支給か、なるほどね。配布、あとなんて読むんですかね、これ。貸して、余るっていうか、なんていうの、これは、あの、よっていう字。貸すよ。そう、学校によるみたいですね。もうなんか、県とかでも決まってない。そう。あとは、タブレットで、なんか写真を撮って、課題を送ったり、はい。でもね、でも学校の授業はね、基本教科書と普通ノートとプリントとか使います。道徳とかは最近タブレットになりました。この題材を読んで、あんたはどう思いましたかみたいな、そういうのタブレットになりました。そうですねあとはそうですね、何やろう、まあ、あとはなんかまとめないといけなかったりします。1000文字以内にこの本をまとめましょうみたいな、あ、太陽って読むんですね。そういう感じ。そうって感じです。なみたん、他のアプリサボる気やなんてちゃうねんけどね。他のアプリね、あれさ、入らないんですよ。もう設定されて、設定眼中ロックみたいなのされちゃってね、もう何も入れられへんカスヨは普通になんか、例えばやけど、タブレットカスヨしますみたいな、タブレットカスヨみたいな、カスヨみたいな、普通にそういう感じですそうやな、ガスヨです。ありがとうございます。そうやね、だからね、みんなね、他のアプリ入れたいけど入れられへんから、雨はね、機械音痴なんで何も、もうそれ以上のことはできへんけどそう、みんなね、必死にね、他のアプリ探す、あの、入れる方法を探してます。そう、はい、そうです。はい、皆さんが教えてくれましたよ、太陽って。覚えました、もう。はい、おはようございます。はい、課題の提出は結構タブレットでするけど、やっぱりノートで書くからさ、ノートに書いたやつをいっぱい写真撮るのはなんで、あの、なんかね、何やろ、何の課題を出してるかって言われたら、もうちょっとわからん、いろんなの出しすぎてけど、うん、そうですね、そういう今時の学校事情が分からん。確かに今の時はそういうところですね。あ、昨日インフルエンザの予防接種してきたよ。アミダもしたり、アミもしますよ。もうすぐ、めっちゃ嫌、もう痛いやんか、だって痛いのでね、嫌ですね。けど仕方ない。ナミはインフルはでも毎年打ってるので、まあ頑張りますね。あー痛いからさ、メンバーに勉強してもらわないですね、あんまり。あんまりね、あの、わざわざあのナンバに課題とかを持っていかんから、重たいから。そうですね。でもね、マナミンめちゃくちゃ賢いから、マナミンに卒業するまでに教えてもらいたかったです。
けどね、マナミは今日で卒業しちゃうので寂しいですね。はい、それでは今日の一のチャンシモさん内書きたいと思います。先生がちょっと痛いよって言う前にもう育てたいって。あらま、そうなんですね。はい、そうですね。調べ、あ、そうだね、調べ学習とかはもうタブレット使いますね。そうけど、あの国語辞典でもいいんですよ。辞書使っていいんです。なんなら辞書を使えるようになりなさいって言われるけど、みんなねもう辞書やるよりもタブレットで調べた方が早いからタブレットで調べちゃいますね。けど辞書で調べた方がいいって分かってます。そうですですね。あとアミは最近ね、また話が変わるんですけど、あのやっぱり最近というか、まあ最近かな、このあの何やろ、まあ結構あのね、はまあちょっとね、ご飯が変な時間に食べることが多いんですよ。夜ご飯とかも結構なので、最近の近況報告としては、あの朝ごはんが豪華になりました。あのね、朝ごはんは今まで別に普通の朝ごはんだったんですけど、最近はね豪華ですね、朝ごはんが。なんかはい、以上です。あ、でかい注射器持ってらっしゃるので、わかりました。じゃあ書きましょう。でかい注射器、え、注射器ってどんなんやったっけな。書きましたよ、けどね、あの注射器かって言われたら、あ、ちょっと怪しい部分はありますね。ちょっとまあうまいですよ、けどちゃんとね持ってるし、こんな感じです。感じです。はい、はい、チーズ。はーい、ありがとうございます。こんな感じです。そうです、アミだけ、アミはその朝、夜ご飯がめちゃくちゃ遅くなったり、あの夜ご飯が食べる時間があんまりなかったりする日が多いので、そうです、ママが考えて、だからね、朝からね、あ、ぐすぶっぽいか、マジか。そのアクスタ欲しい、いいですね。あれ、グッズ化しましょう。それではね、ランキングを見ます。13位ジョエルさん、ありがとうございます。12位ムーチョさん、ありがとうございます。11位マフミさん、ありがとうございます。10位てっちゃん、ありがとうございます。9位コジーさん、ありがとうございます。8位みおんさん、ありがとうございます。7位まさやかさん、ありがとうございます。6位ひろゆきさん、ありがとうございます。5位コスモライトさん、ありがとうございます。4位ベリマユさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位コニータン、ありがとうございます。そして1位はドゥルンドゥルドゥルドゥジョヨヨヨン、チャンシモさんでした。ありがとうございました。はい、それではね終わりたいと思います。今日はマナミの卒業公演なので、皆さんね、幸せな気持ちで送りましょう。送り出してあげましょう。それではね、マナミもマナミも、あー寂しいですね、けどまあ一旦頑張りましょう、お仕事と学校を。
じゃあ終わりますね。せーの、ちゃんしもさん、イエーイ。じゃあね、あのまた、はい、一度頑張りましょう。またね、ありがとうございました。